ジェラルド・モッセはフランス出身の騎手である。2008年までの8シーズンを香港ジョッキークラブの所属騎手として過ごしたが、家族との暮らしを優先するためにフランスに戻った。しかし、2009年秋より再び香港で騎乗している。1983年に上京し、パトリック・ビアン・コーヌの下で騎手デビュー。翌1984年に、 フランスのチャンピオンミナライ騎手となった。1988年、富士ステークスに出走するアワーズアフターとともに、初来日を果たし、JRA 初騎乗となった同レースでは3番人気に、支持されたが7着という結果に終わった。1991年、1992年シーズンより、初めて香港で騎乗する。1993年、再び、フランスで騎乗し、 アガカーン殿下の専属騎士として活躍した。1997年、この年からディアヌ賞3連覇を達成する。1999年、第13回ワールドスーパーアジョッキーズシリーズでは、フランス代表として初参戦を果たし、35ポイントを獲得し5位となった。2001年、2002年シーズンより再び香港で起乗する。2005年、 第55回安田記念では、翌年の覇者、ブリッシュラックに起乗し4着となっている。2007年、第57回安田記念に出走する、ジョイフルウィナーと共に来日し、レースに臨むも9着に終わる。ありがとうございます。